コーナーキックは基本的にロビーニョが蹴っています。ショートコーナーでさあモントリーもシュートを打ってきた。おお、ホサンドさん、ミランの3点目は本田圭佑。え、水沼さんのおっしゃる通り、モントリーボのシュートのこぼれをまんまと狙っていました、ミランの本田。いや嬉しいでしょうね。47分3点目、本田にイタリアでの初ゴールが生まれました。まあ狙っているのもそうなんですけど、モントリーボこれでもシュート決めてるじゃないですか。あ、ですね。で、あのイメージ多分本田持ってるんですよね。ミドルがあると。で、